まこなこです。なかなか機内攻めが終わらない、そう思っていたらまた南部がやってきてるのと、北条をなかなか倒すことができてないといったような状況です。両睨みでやっていきましょう。これ間に合うのかな、そもそも論として。22に須賀川でやってくる。一方これは織田城、もう一個22間に合うかな、ギリギリ参ります。できれば手前側で戦いたい。でそうなると向こうの方が早く着く。かといって奥で戦うと兵数差のバランスはそこまで良くないので、なんとかこれか。忍び暗躍やろうと思ったけど、もうすでに3つ使っている。また三つ葵の密書が間もなく切れそうなので、これ使わないと浅井がよそから援軍呼ぶ可能性があるので、そこも気をつけましょう。5、4、3、2、1、0。おっとびっくりした。沢山取った。観音寺城行くか、日の城行くか。日の城行きましょう。出陣する。ゼロになったすかさず使いましょう。浅井を確実に。今見たところ敵国衆将兵の効果があるので、これ見た目以上に兵数が来てる可能性あるんでね。なのでそこで下手したら負けていた可能性がある。任せていいでしょう。日の城ここら辺今準剣所立てているので、これが早く立つんであれば有利に戦いが運びそう。織田城取り付いた。北条による北条の攻め、ここは多分勝てるでしょう。負けるか、まあメンツがちょっと強すぎるか。まあ政宗とかね、こっち側これ誰っていう感じのね顔しか映ってないんだけど。であまり多くの兵数を道連れにできてない。まあ須賀川とか取らなくても、まあそこに維持しなくてもいいような気がするけど、まずここ織田城とっとと取ってもらわない限りは。須賀川上限4万、敵4万以上いるからダメなんでね。もう一個どこまで防衛ライン下げるかの、大田原あたりまで下げるか。だがせっかくなんでもうちょっと粘りましょう。一方この方向機内の方が重要なので、須賀川ここは頑張ってくださいということでお任せしておきます。84、これ再チャレンジが許されないな。次の兵でなんとか倒さないと。今日の城来ていた部隊が消えた。さらに見ていきましょう。またうろちょろやっている。だがこの9800であるならば勝てるでしょう。水攻め完了。これ日数はあと10日。向こうがやってくるのはそっちじゃない、こっち側。あと5日。これ湯が上のか、もう一個の方は日の城なのか。伊賀上野は勝てないな、これは。忍びの里の効果で削られてるんでね。だが敵の兵数減らすためにも戦いましょう。これはもう仕方がない。ああだがすごい微妙なラインなんでね。ここでの日の城での上限がだいたい2万ぐらいなので、その兵数は残してるというね。だが消えてった日の城取れそうです。ここの戦いは自らでやるか、そうじゃないか。自らでやらないと勝てんのか。1万2000まで減らすことができている。あともう一回このアタックで勝てるとは思います。兵糧切れ、続きなさい。仕方がない、まだ4月なんでね。結構がっつりと米を使ってしまっている。
これどこかまた水攻めやってるんだと思うけど、織田城早く終わってくれればね、北条の武将とまたどっちだ、こっち側か、安土の方か、北条の武将とまた兵をね撤退させられるんで、これ敵兵数少ない、あ違うわ、少なくないな、しかもこれ場所違うのか、安土城の方のね、安土城見たけど観音寺城の方に行かないとダメだった。進め、さてこれ間に合わないか、大丈夫か、片倉小十郎のところ、小田原ようやく終わって、こんなもんかい、いやー長い戦いがついにといったところ、軒並み仲間にしてあげましょう、首は一つだけで十分です。このようなところで無念だ。これで関東を制するのは徳川家康ということが分かったかと思います。あとはこれをこれそのまままた抜けるという手もあるけど、まあどうだろうね、帰りましょうか、ダメならダメであそこ明け渡します。一方観音寺城、これもう一個舞台出したいけど米の問題があるんで、あ城奪われた、あのまま行って落とせるかどうか、今関東関連名乗るというね話がありましたけれども、無事関東を取ることができて、ここも取り返すことができている。音楽は鳴り止むかな、でもまだ3ヶ月だからこうは結んでくれるかどうかわからないけど、やっときましょう。承知いたしました。一方この方向もう一つぐらいは舞台出せると思うので、だがどこも扱う兵数が多すぎるんでね、うん、さらに出そうとするとちょっと厳しいか。観音寺城どれぐらいで終わるか、6万ほどであればなんとか耐えられそうなので、出陣するぞ、舞台出しましょう。一方観音寺城残り9日、まあ11、動く気配なくなったね。あ北畑ね、長野城、これはまだ武将がいるからなんとかなりそう。南部との交はお金でよければどうぞということで、観音寺城を落とすことができている。他愛もないものだ、処断しておきましょうか。じゃあ上は光秀返しましょう。光秀返して本多忠勝をトップに据える。行くぞ。でここら辺準権所壊すことをやらないと後々厳しいので、全部壊して回りましょう。一方4万長野城の場所は1万8000あれば十分、取り付かせてから考えます。で今本多忠勝が言ったことによって敵はこの方向を攻めてくると思って、必ずや果たす、もう片方の方に守りを向けない可能性もある。準権所壊しましょう。これより表情を始める。では伊賀上野今取り付いた、で向こう2万しか今兵がいなかったので、それならば多分この兵数勝てると思います。我が妻やはり天下無二のものですねと思ったら、整え直しに帰っていった。あここあまりいい場所じゃなかったね、兵糧も38しか持たない、早めに行かないと。17,000、2万ほどで助けに行きましょう。本多忠勝まず一つ準権所壊し終えたので、もう一個壊さないとダメか。
我に続け。今帰ってった気配あったけど、アザイがもう守りを諦めてるね。うん、ここは外で終わらせられると思うので終わらせましょう。まあ全部もうね、さすがにこの段階になって決戦やるのはね、なかなか厳しいものがあるので、この月マックスまで米買えば36,000、残りの兵糧ちょっと足らんかなといったところだけど、ここ戦い終わったならば即座に解散で対応できると思う。本田忠勝がちょっとあれか、重いか。だがここの部隊の解散で対応は負けるか。4000ぐらいの兵力差あって、うーん、長野城取られてもいいと言えばいいんだけれども、うん、壊しきった二条城入るか。手を打ちましょう、出陣する。これで今の段階で米がどうなるか。33,000、少し日数進んでるから大丈夫といえば大丈夫だけど、忍びの里の効果でまた米減らされるので、36か、厳しいね。この志必ずや果たす。どっかから突然米が降ってこないかな。本田忠勝は、まあこれはしょうがない、誰か捕まった。今多分忍びの里の効果で兵数減ったと思う。これであといくつだ、あと10日、自らの方が帰らないとダメか。どう考えても二条御所吸収ならずか。でこれによって兵糧17、なんかすごいこの日数が微妙なんだよね。あ、今ので、ちょっと待ってくれよ。北条家の元北条家が大量に寝返っていった。あと7日、全部居続けるのは厳しいかな。2部隊ほど返しましょう。これならばあと9日、微妙だなこれも。このゲージを見る限りはあと1つでなんとかなってもらいたい。10日も厳しいんじゃないか。うん、落とせそうにないね今回。うん、その前に今兵糧底ついた、で敵もやってきそうな感じ今何この踏んだり蹴ったりの状況。米不足で城を落とせず、長野城も取られ、また北条氏国が早くも出てきてるっていう。そして毛利輝元が号令を発してますね。これ南部も来るのかな。ご勢力志果たせぬか。ちょっと見てみましょう。ご命令、ここ無理なんで帰ります。あ、南部も来るか。これ中精度上げをやってなかったんでね。なのでいくつか有力武将が寝返っていってしまった。さてそうなってくると今度、まあ防衛戦やんないとダメか。上の方からちょっと取りに行こうかなとか思ったけれども、敵がどう動くか。木の城やってくる、観音寺城やってくる。余計なことやったかなっていう気はねしないでもないけど、日野城、うん、ここも1万ほどの兵力差で戦えるので日野城はなんとかなりそう。では6万ほど、まあ5万6千ほどでまず一つ部隊向けておきましょう。早く他の様子もね、南部七尾城にやってくる。七尾城は守りやすいはずだが、内政やってないのでもう改修とかもやってないんで
その点が若干不利に働くかもしれない。籠城もお任せでいいでしょう。三成がやってきた。三成もとっとと、これ観音寺城43しか日数持たない。敵が我が領土に。となると片倉小十郎北条城にやってくる。行きます。上先かこれは。いや下行った後の方がいいような気がする。北条城32日後、ちょうどいいバランスの兵力でやってきてるね。これだともう33になるので敵の前に出るという戦い方はできそうにない。この6万の兵数でうまく敵の前に回り込めそうだね。これでいきましょう。我に続け。一方この方向、早く朝倉がやってきてくれたら朝倉攻めて機内に入りやすくするということが。勝ちが揺るぎ、あ、そっかそっか、やんないとダメか。三成対光秀、あー、農兵精錬やってなかった。で向こう国衆将兵があるので、なので勝てないんだよね今のようなパターンでも。これでほぼほぼ兵数互角では、行きましょうか。観音寺の戦い、多分奥だと思う。この方向、一歩こっち側、こっち側で進めていきましょう。ああ、この左奥の可能性もあるから。敵の居所、いや左奥ではなかった。ここだね、三成いるね。始めるぞ。進みなさい。どうするかな。覚悟してもらおう。この辺り中に入ってもらって、他は方位に向かう。なんでこんな前来てるかよく分からんけど、初撃今千何歩ダメージ与えたのは大きい。始めるぞ。ゲッチよ、始めよ。覚悟なき者、負けはせぬ。この辺はもう三成に向けて進みましょう。普段今敵が何か技をやってきてるわけではないので、そのあたりが助かってる。もうちょっと回り込ませるか。叩きのめせ。ハサミは知っているんだけれども、この後でね抜けられないようにするには。これもこっち側、さあ行こうぜ。やりたい。兵力的には勝っているので、まあ多分武将の質が段違いなので、こっちの方が高いんでしょう。マクとさせていただこう。叩き潰せ。足軽隊前へ。どれがいい技、あまりいいものがないんでね。キリン使っておくかな。弱き者に死をもって報い。やりたい前へ。あとはうまく囲ってくれればといったところ。やりたい。動き早るね。足軽隊。いやここまでなんか技が微妙だと、哀れな弱き者に死をもって、何を言っていいかが分からなくなるね。もうちょっと使い勝手の良いものがあれば良いんだけれども、移動できるかどうか。団子になってる状況。一部隊壊滅となると技巧を使って、ああこれ抜けてくるんでね。頭抑えられないか。その首、我が策がもらい受けよう。それでも挟めているように見えるので、
このまま突っ込めばなんとかなると思うけど、邪魔する部隊がいるね。時には大胆に攻め込まねばな。あと少しで敵式が下がりきる。三つなり回想。じゃああとは囲っておしまい。覚悟してもらおう。今は引こう。敵を制すは我が軍力よ。光秀も倒されることもないので、やりたい。前へ。いいね、機長さんと光秀が大河ドラマのね、なんかセットになったかのような。一度引くぞ。ここに一緒にいるけど、思い知るがよい。負けるとは。まず三つなり追い払って。いやー、でもなかなか進展がないね。もっと手早く行っても良さそうなもんだけれども。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。あ、三成が首を自ら差し出してきた。このようなところで無様な。徳川に歯向かった報い。忘れずに対面やってきましょう。三河武士の誇り見せるは今ぞ。で、今は、あ、そかそか、のんびりやってたらダメ。ちょっと待ってね、2万3000まで兵数減らされてる。あ、まあでもここ上限兵数考えると戦って十分勝てそう。観音寺城から部隊を出すという手もあるので、兵数減ってるの返しましょう。観音寺城で合流。5000ほど。大丈夫か。我に続け。あ、なんかおかしくなるんだよね、この辺り。日野城で集合ってことないよね。敵が我が領内に向かっております。26000、伊達政宗がやってくる。これ須賀川か。須賀川3000。あれ、これひょっとしたらここから即座に一部隊のみで行ってしまえばいいんじゃない。須賀川から部隊出して、これで即座に潰せるんだれば。マックスまで上げて進め。これで伊達政宗の集合する前に勝ちは揺るぎない。まず左側終わった。すべて勝者の思うがままよ。で、さらに浅井行きたいんだけど、後ろの控える兵数を見ると気遅れするね。ここがどうなるか。早くも今到着したので潰せるかもしれない。さて、ここ取り付いて勝ちは揺るぎない。敵が来る前に追い払うことができている。これは攻めなくていいので撤退しましょう。行くぞ。うん、今のはなかなか悪くはない。となると引き続き行くかな、この方向だが。朝倉が来る可能性があるのと、いかんせん機内は扱う兵数が多すぎてどこも攻めてかけるんだよね。となると、あ、南側から行くか。浅井は一旦置いといて、まず北側から行きましょうか。ようやく今久しぶりに家康の顔が。5万ほどの兵を数部隊、兵数的に勝ってる場所が少ないんだよね。そうなるとまた準剣場を潰すところからやらないとダメ。もう一個部隊出しましょう。出陣だ。で、七尾城に来るのは後でまた様子見。我が志必ずや果たしてみせる。
北畠が日野城に6万7千でやってくる。ここは2万5千置いとけば大丈夫。いや大丈夫じゃない、あ、いや進みます。確かこの方向であればこっちじゃないな。この北畠であれば、これ何使ってるか分かんないかな。志じゃなくて大名を、今使ってる大名知りたいけど、足軽精錬だけ。敵が、あ、国衆将兵あるのね。あ、あるのか、厳しいね。なければもう上限兵数の差で勝てるんだけれども、一方この方向先にたどり着ければここはあっさりと追い払える。やはり天下無二のものですね。到着した。この兵力差であるならば、内に敵が迫っております。松ヶ島後で見ましょう。ここはどう考えてもね、志果たす兵力差十分あるので帰りましょうか。松ヶ島は2万7000だが、さっき言ったように国衆将兵があるからこれで油断することができない。では3万の兵でまず守りでいきましょうか。これはあとまだ1ヶ月しか経ってないのか、なんかもうあと6ヶ月になってそろそろ終わるかなとか考えていたけど、待機します。うん、日野城取り付いたね。前側だとより有利に戦えるのかな。行きます。後に続け。上限兵数6000の差が得られる。待機します。さらに見ていきましょう。敵が我が領内に向かっております。また伊達政宗やってくる。だがこれさっきのパターンで追い払えそうに思うのでもう一回行きましょう。さてその他の場所、ここは価値が揺るぎないにならない。では行きましょう。行きます。まず数部隊この方向、それ以外は突っ込ませる。のろしがあるので手早く壊しましょう。敵の居所知れましたな。やりよる。奈落プラス奇襲か。切り込め下地よ。敵の居所本願寺がいるね。油断大敵だぜ。そっかそっか、もう勢力としてではなく吸収された後下地よいるという感じか。覚悟せよ。ご命令を。これはなぜ止まってる。始めるぞ。切り込め。さてどこだ、見つかってないぞ。始めるぞ。かかれ。覚悟は良いか。奇襲とか食らってるけれども、これほどと後ろ側の鉄砲水。やりたい前へ。本陣切り込みはどこだ。島左近がやってきた。島左近がどこにいるかがわからない。見えてないのか。まだすごい勢いでやってきそうだけど。やりたい前へ。さあ行こうぜ。やってきたね島左近が後ろから。切り込め。これ逃しましょう。始めるぞ。ガモ氏里は倒すことができている。さて北畠見つけたね。これ北畠結構強い武将を抱えてるので戦うの大変だぞ。覚悟せよ。ゲチよ。これ押さえに置いておく。かかれ。逃れきれてないけれども本願寺剣を倒すことができている。やりたい前へ。我が武思い知るがよい。榊原さんが活躍してるね。なぜか大将は北条氏てるだけどね。敵の居所知れましたな。で敵には氏国がいるっていうね。
こっちから寝返った。これで問題なく倒せるでしょう。全滅まで持っていくという手もあるけど、今は北畑攻める時ではないと思う。知れましたな。やりたい、前へ。この勝ちが明日を切り開く。さて、捕獲した武将小西、あまり強い武将はいないか。深く。まあ現在はあとは松ヶ島に来ているだけ。行きます。長野城も取れるんじゃないか。これ両睨みでやっていくかどうかは難しいけど、必ずや果たす。仕方ねえ、待つか。ここもまたさっきと同じく、これで勝てるんだったらば苦労しないな。あとはこの南部信長、放っておくか別動隊向けるか。2万8000持ってくればなんとかなりそう。これ敵も隊名がどうなってるか。足軽、鉄砲、そして兵糧の消費減少。国衆将兵がないだけ助かるかなといったところで、一方ここ勝山たどり着いたとして、敵1万1000、これ勝てるな。ここも隊名確認やっときましょうか。朝倉、今のところ使ってない。使えるものの中に特段ないね、兵数増やすものが。ならばなんとかいけそう。行くぜ。これどっち行くか、まあ、壊してる最中か。ここはあっさり勝つことができる。必ずや成し遂げよう。勝山あっさり取れたね。行くぞ。一条谷行くか。一条谷、朝倉山か。朝倉山行く途中で、まあ、準検所壊せそうかなと思ったけど、もう一条谷行きましょう。1万しか出てこないんでね、勝ちは揺るぎない。この勝ちが明日を切り開く。長野城31で終わる。一方松ヶ島も敵、少ない兵数なのでこれ勝てるでしょう、さすがにね。あ、待機する。勝ちは揺るぎないのはいいんだけれども、すごいここら辺は敵が散発的に対応やってくるね。こっち側はどうでもよくて、この方向危なかった。集合場所が間違ってた。対応しましょう。さてこの方向は、さすがになんとかなった。で桐山御所もいけるのかな。これは出陣する。あと2つ、これはもうお任せするしかない。62日後なので次のチャンスはもうないんでね。本クルアまで進んでいるのでどうしたものか。勝ちは揺るぎない。杉たるは及ばざるが落とし。ならばもうここ準検所どうでもいいのでちょっと行きましょう。ここもお任せで、この城もらい受ける。一条谷取ったね。かたじけない。あとは曽山城と金ヶ崎。曽山城はどこだ、問題抱えてるの。まあ、ここか。だけれどももう敵全部扱える兵数
刺しても大した数ではないんで、そのまま進みます。戦場で死ねぬか。ではさらに見ていきましょう。朝倉山があっさり。もう終わりか。行くぜ。最後金ヶ崎。進め。かなりいびつなルートだけど、磯山城落としたんであれば、かたじけない。北条さん返すか、行くぞ。進め。もしくは備えで向けておくか。進め。これ打って出てきているけれども8000、問題なく勝てる。ようやく勝てるパターンができたような気がする。もう北から徐々に詰めていけば何とでもなるので、この城もらい受け。長野城取った。1万3000の兵をどこに振り向けるか。1万8800で来る。名古屋三三郎行きます。これも編成整えながら進んだ方が良いと思うので、合流など使いつつ前前と行きましょう。周りを見渡して、まあ特段これといった場所はなさそう。あとは桐山御所の戦いがどうなるか。ああ外で終わんないか。1万3000対1万3000なんだけれどもね、国衆将兵があるから兵力差は4000ぐらい。では行きましょう。とはいえここは問題なくとっとと突っ込んで、のろし状が、のろし状があるんだね。これ早く突っ込んでいきたいけど、だから最初の1回は敵に当てたいんでね。運よく当てることができている。島左近もう本陣切り込み行きましょう。やりたい。とっとと六門戦の旗を掲げよ。旗を掲げてもらいましょう。覚悟しておけ。受けよ我が一撃。横槍を入れよ。やりたい。前。さてここら辺はのろしいかんか。ご命令ください。うまくのろしの方に当たってもらいたい。一部隊壊滅。ゲチ覚悟。テンポ上げていきましょう。のろし壊した。本陣切り込みは誰だかよく分かんない人がやってんねん。やりたい。前へ出て。キリン使いましょう。哀れな弱き者に死をもって報い。まあ島左近の兵数を削り切れれば面白いんだけれども、始めるぞ。そうすると次来るときに楽ができそう。あとこの手前側にいるの邪魔なんだけど、なんとかなんないこの人。なんかもうどうでも良さそうな顔してるんだけど。始めるぞ。島左近倒すことができている。覚悟せよ。あとは名古屋三三郎に向かっていきましょう。やりたい。前へ。歌舞伎者、いざとなったらおとり挑発もあるので。やりたい。前へ。一度引くぞ。本田忠勝が倒された。そこまで良い状況ではないね。兵数差負けてるんだよね今気がついたけど。哀れな弱き者に死をもって報い。おとり挑発本田忠勝だったか。雪村かと思ってずっと雪村の方を見たけど、始めるぞ。どうも異なっていた。月よ始めよ。心してかかれ。壊滅部隊が増えている。もう一人も壊滅。我らが敗れると攻め込むぞ。これ総力戦なんかやりたかったわけじゃないのと、そもそも負けてるんだよね。気をつけて。敵の居場所知れましたか。
雪村よ、そこで足を止めてもらいたくなかった。下手すると光秀頑張ってくれ、来年の大河ドラマの主役なんだから。まあ今現在この動画公開するのがいつかわからないけど、で追いつけてないんでね、今ようやく触ったかなっていう感じの。やりたい前、無事イケメンを倒して、やりたい前、勝たねば生きる道はなし。だがそれが乱世、これ包囲続けられるかどうか。もう部隊数2なんでね、まあ2人だけど打って出てこられるとどうなるかがわからない。交渉言っときましょうか、光秀と坊さん同士で会話やってもらいましょう。ダメか、まあ、兵数向こうの方が多分多いのかな、これは。うん、なので打って出てこられるとダメなので、なので攻撃をやらないとダメ。他この志必ずや、様子見ていきましょう。ちょっと今の段階で、あれ、あー攻撃今やったつもりだったけどダメだったのかな。勝ちは揺るぎないになってる。勝たねば生きる道はなし、一旦帰りましょう。入れてしまってもいいかもしれない。上は勝敗の行方わからない。負けた。もう一つ舞台来てるので、それで勝てるでしょう。やってやろうじゃねえか。微妙だな、2万8000対2万3000なんだけど、向こうにその2万3000残ってるんでね、兵数が。戦場で、あー北条さんが間もなくというところで、さてここで3万3000の兵が揃った。どこ行くにしてもこの準拳場を壊さない限りはダメなような気がする。一方逆に手取り城あたりまで行くのも面白いんじゃないかなと思うけど、で敵が手取り城の方に集まりかけたら別動隊をさらに向ける。今戦年数4ヶ月、これまだ攻められてる音楽鳴ってるからこうはあんまできない。さて上側勝てない。あー険しいね。だがもう敵1万ほどなので、さらに部隊数部隊向ければ勝てるんだけど、これ日数間に合わない可能性があるのかな。進め。兵糧の問題があと18だと今のだと届かないはず。この2部隊で行っても間に合わない。なんてこったい。小山ごぼうあたりに信子が戻ってくればなんとかなるけれども、七尾城取られるというのか。金ヶ崎を取ることができて、朝倉家滅ぼすことができている。でこの3万の兵で戦っても勝てそうにないので帰りたいんだけれども、即座に帰ると多分金ヶ崎狙われる可能性があるから、部分騎乗で。信子ここにいたか。返しておきましょう。待機せ。七尾城は諦めないとダメかな。今帰ってきた。敵が次体勢整える前に襲いかかりましょう。これで七尾の戦い。いざ決戦の地へ。これ変なところでぶつかりそうになってるけれども、ここぶつかったらかなり兵数差があるんだよね。で南側行こうとするとこれも
4500で戦わなきゃいけない。ちょっと諦めようか。これはそろそろ帰ります。いや、次のターンまで待たないとダメか。金ヶ崎に武将が入らない限りは、まあ、誰か入れるという手があるか。部分入場、佐竹義重、これならば帰っても大丈夫。口惜しきことです。七文字を捉えた。打ち死にしました。まあ信行でなければ良いかなといったところで、攻められてる音楽は鳴り止んだ。交渉はどこともできない。少し様子見ましょうか。この方向どうなるか。あ、もう取られた後だな。で、武将が入ってくる気配があるので普通に戦うことになりそうで、その際の兵力は向こうが優勢。帰りましょう。じゃあ南部ともこうは結びたいけど交渉はできない。久しぶりになんかゆっくりとした音楽になってるけれども、好転してるわけではないんでね。これで和議を結ぶことができるようになるという話なので、ご命令を。交渉、まず南部。かしこまった。前の方は怒り浸透なので結ぶことができない。次どこから攻めればいいかがほんとつかめないんだよね。だが浅井をとっとと倒さないと。二条五所あといくつだろうかね。まだ国も13取らないといけないので、浅井でも浅井の方から行かないと、ここら辺の準権所が強すぎて手が打てないんだよね。なのでまたこの辺り考えて次回以降やっていきたいと思います。この続き興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。